まつげを上げていく。いかがお過ごしでしょうか。なんかブルートゥース。こんばんは。こんばんは。お元気ですか。今ちょっとね、まつげを上げてマスカラだけ塗らせてくださいなので適当に喋っております。光よ、私に光よ、光よ。またこうやっちゃう。でもこれが一番さ、もうこれ漏れてると思うのは違うのかな。暗くないですか。暗い。皆さんこんばんは。マスカラどこ？マスカラどこ？マスカラどこ？ポーチの中に。これにしよう。唇いい感じ。さっきリップ塗った。めっちゃはみ出してるんだけど。画面見ながらリップ塗ったらめっちゃ失敗してた。なんかね、今日はめっちゃ動いた。今度米百俵フェスに出させていただきます。頑張ります。なんか本当に他のアーティストさんたちが豪華すぎて、なんだかなんだかね、なんだかなーって、なんだかなーっていう感じ。眩しいよね、眩しいよねって私なんだけど、もうもうもうちょっとね、どうしてこんなに私のこのメイクポーチに収まらないコスメたちがなんか2軍3軍、どうしよっかな。もうなんだかなって感じですよね。適当に喋りすぎ。もう世の中なんだかなって感じだよ。そうだよ、なんだかなって。みんな今日もお仕事だったのかな。お休みの方もいるよね。そりゃそうよ、こんなにたくさん人間がいれば、お仕事の方もお休みの方もいるよね。でも一日ね、疲れ様でした本当に。あ、まだ終わってないかもしれない。お仕事の方とかこれからまだ家事が残ってんだよ、何がお疲れ様だよって思った。そんなに怖いことは思ってないですか。でで今日は元気だね。昨日ね、わかる、昨日めちゃめちゃ眠たいのにショールームを無理やりしてた。なんか眠た、始めた時は眠たくなかったの。でも途中からやっぱなんか一日こう日を浴びて外で活動してたからか、すっごいもう昨日本当に死んだように眠りました。とはこういうことかというくらいすぐパタン、ベッド入ってすぐ寝ちゃった。なんかベッド入ってから私割とちゃんと眠るまで時間かかる人なんですよ。っていうかでもスマホいじっちゃうからだよね。でも昨日はもうスマホを持ってるけどもうめっちゃスンってなったから、あ、私眠いんだな本当にって思ってちゃんと置いて寝ました。そう、ハート
とうありがとう、バラもありがとう。そうなんですよ、いや本当に眠たくって、あんまり眠たいことないんですけどね、そんななんかそんなに睡眠時間とってなくても割と動けるっちゃ動けるのですが、なんか昨日はめっちゃ、ほんと多分外だったからなんだろうな、もうすごいインドアだから普段から、よいしょ、しましま感がすごいですね。しまる。しましまでしまる。はず。UX さんのニュースに昨日の稲刈りの様子が出てたって、やったぜ、あと NST さんもね来てくださっててね、すごいやったぜ。でもちょっとね、なんか何にどう取り上げていただけるのか、何時からなのかっていうのを私聞いてなくってですね、でもあの農家のおじいちゃんのインスタ見たら18時からだって書いてあったから、あ、もうじゃあちょうどやってるくらいなんじゃないですか。新潟に住まいの皆さんはよかったらニュース見てください、はるかいるかもしれないから。そうなの、なんか農業は一番最初の時にから私はやらせていただいていて、ちなみに今のメンバーの中では歴で言うと私が一番一応長いんですけど、まあ農業の作業がうまいかどうかと言われたらそうでもないんですけど、あのでもですね、当時やってたあのちっちゃいもんクラブのみんなは私以外のみんながなんと卒業しちゃっているんですよ、もう今でも信じられないんですけど、とのことなので、はい、なんとね私だけなんですよ、ベテランなんですよ私も。ということなので、みんなをね引っ張っていく存在なんですね。そう、大御所なのよ。だからなんか結構稲刈りと苗植えの時のタイミングは毎回参加させていただいていて、今はでも NGT のメンバー全体でねやっている企画なので、みんなでね行ける人が行ける時にやっている感じなんですけど、なんですけど、またね私も今年はでも苗植え、種まき、苗植えはい、稲刈り参加させていただいてて、オータムポエムとかはね、あとジャガイモとかね3期生のみんながやってくれたりとかね、他のね同期とかがやってくれたりしてているので、ジャガイモ今ねあのバンダイのところに、はい、三角と丸三でカレーになって私たちが作ったジャガイモを食べれるので、公演がある日限定の発売になってるのかな。なのでね、皆さんきっと公演に来てくださってること
はい、方はあのカレーを食べてくださってる方も多くいるのかなと思うのですが、よかったら。ちなみに私は食べれてないのでね、食べたい、あれ食べたいんですけど、誰になんて言ったら食べれるんですかね。やっぱ食べたものをおすすめしたいじゃん、そりゃそうってこの前ね話してた。食べたい、カレー食べたい。辛いのかな、そうでもないのかな、なんかあれ、あ、ゴミついてた。マネージャーさんに頼むし、え、でもその数量限定だからさ、みんなそのメンバー出て、出演メンバーいつも公演10人でやってるけど、あー10人10人の分さ、マネージャーさんに買ってきてもらったらさ、ファンの人10人食べれないじゃん、せっかくそう数量限定なのに、貴重な10人分遠くからはるばる来てくださるファンの方に、食べれない方いたら申し訳ないなって思って。そんなに辛くなくて食べやすい、そうなんだ、いいね、食べたーい。確かに、もしかしたらみんなお腹いっぱいになっちゃうかもしれないから、2人で1つでいいかも。そしたら5人分だけ。うん、だってなんか公演の時お弁当用意していただいてるから、それプラスさ1人1人前のカレー食べてたらさ、なんかもう大食い女たちみたいな公演前なのにすごいなんかねだからなんか、なんかあのそう2人で半分とかだったらいいんじゃない。それでも大食いですか。私は絶対半分食べれると思う。私は絶対にお弁当プラスカレー半分なんて余裕だと思う。なんならカレーもお弁当も食べれると思う。はるかはね、食い意地張るんで。ドゥン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 、張るねー、うん、小学校の時とかもなんかケーキ、一口サイズのケーキ食べ放題のお店に、小学校の仲良か仲いい子とママ友と一緒に行って、はるかだけ永遠に食べてて、次の日顎にでっかいニキビできたくらい食べてた。もう引くほど食べてた。なんかもう誰よりも食べないと、なんか本当に気が済まなくて、めっちゃ食べてやるで、すごい意気込んで食べてたことありました。あんまり食べ放題向いてないんですよね、なんか戦だと思っちゃうから。美味しく食べてさ、ちゃんとなんかお腹いっぱいでさ、本当に歩けない、無理、立ち上がれませんみたいになるとさ、話がさ変わってくるじゃないですか。ねえ、探してるやつがない、ない、うーん、どこ、トトロって何食べてんだろう、毎日。トトロって何食べてんですか。わかる人いますか。なんか今ふと気になってしまった。トトロっていっぱい食べるのかな、草かな、草食系、草食動物、どんぐり、あ、そっか、トトロどんぐり食べてんのか。どんぐり何個食べてんの。どんぐりってさ、だってもうアーモンドみたいな感覚で食べてるってことでしょ、人間で言う。
なんかアーモンドを完食に食べる人いるじゃないですか。おしゃべり会、あ、申し込ん、あれ楽しみにしてるね、待ってるね。鎌倉？何？あ、雑食？あ、そうなの？トトロ雑食？え、じゃあ、あの、お肉も食べるの？あ、そっか。あ、見つけた。探してたやつ。え、でもこれかな？土日はフライング。あ、だ、あ、ど、土曜日か。待ってるね。妖精なの？トトロって何者なの？めいちゃんは何食べてんの？めいちゃんは普通か。はるちゃんって何者？私が何者か知りたいのか。お、今 NST ではるか出たよ。え、本当？今はるか NST さんいる？ちょっと違うな。はるか今 NST 出た。やった。やったぜ。見れてない。誰か録画してくれる人いるかな。見れてないや。ハルルン出た。出たー。今出てる？農業してる？今録画してる。ナイス。新潟県民。撮ってるよー。撮ってんの？リカちゃんいた。そうなの。園児と一緒。そうなの。昨日保育園、あ、幼稚園か。若葉幼稚園の皆様と一緒に。なんか、本当に、あの、小さかった。もう、可愛い。なんかね、ちっちゃくて可愛かった。幼稚園の皆さん。そう、なんか、やば、人間小さいくてこんなに可愛いことあるのみたいな。可愛かったな。すごい。やばい、トトロ歌っちゃった。これとあれとこれと。ハルルンインタビューいいこと言ってるな。本当？インタビューいいこと言ってた？さすが。終わった。終わったらしい。さすがのコメントだね。さすがのコメントだったらしい。やったぜ。フォローしました、ありがとう。またね、皆さんお米食べてください。ぜひとも。ハルルンに会いたくなってきた。待ってる。会いに来てください。私からはね、会いに行けないので、私はもう会場か会場か会場か会場で待ってるしかできないので、公演かおしゃべり会ですかね、会えるとしたら。あ、でもね、またなんかこれのお米の販売会とかもやるんじゃないかな。私がその日行けるか分かんないですけど。
夢の中に会いに来て、夢に出演させてくれますか。私のことをね、よくよくこう考えてくださったらね、夢の中で出てくるかもしれない。私でも人の夢に出るっていうのもなんかちょっと夢で、なんだろう、人の夢に登場してみたいんだよね。だから出たら教えてくださいでも私も人が夢に出てくることよくある。本当なんかマネージャーさんの顔がよく出てきます。マネージャーさんになんか多分サインとか書いてた時何かこう不安事は大体マネージャーさんが出てきます。ゾッとしますね出てくる？本当？私出るの？何喋ってんだろう私。イエーイイエーイ、はるちゃんとキャンプテンが夢の中に出てきた。え、やばはるるんよく出てくる。そうなの？すごい、私のことを結構ちゃんと考えて、頭の中で考えてくださるから、こう寝てる間はきっと頭をこう整理してたりするじゃないですか。あ、でも夢って名前が浅い、違う違う、浅い眠い浅い眠り眠り姫なんだね。みんなは何言ってるの。私はでもなんか若干夢って意味わかんないところあるからさ。私もさ、なんかその共演しない人同士が、自分のこう知り合い同士、交わらないであろう知り合い同士が共演してたりするじゃないですか。夢って意味わかんない夢見ちゃうんだよね本当に。そっと微笑んでいつか会いに来て。それってどういう意味？可愛い曲だよね本当に。唐突出すが出すが言葉にはできない愛だブユちょっと待って、よく使う、よく使うって何？日常会話でちょっと待って。幼馴染は MV 見てくださいね、マジでみんな可愛いから。今更ですが、いや毎日見て。あのさ、いや別に、あと、あのさ、いや別にの MV です。あと個人的にはポンコツな君が好きだの MV も見てください。私のセンター曲なので。なんか最初の花火玉探してるのめっちゃ面白いよね今思うと花火玉がない、手分けしてみんなで探そう。てん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 、ポンコツな君が好きだ、いつも路地ばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか安心できる、失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛い。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。仕事終わった、疲れた、おかえり、おめでとう、お疲れ、えらい、えらすんぎー。
偉いよ、今日も京都って偉いよ。なんか NGT にさ、小鳥のさえずりみたいな名前の曲なかったっけ。そんな名前の曲ないんだけどさ、なんか小鳥のさえずり、あ、違うよ、それ多分日向さんが最初に小鳥のさえずり、川のせせらぎ、あー春っていいなーって言ってたツアーのセリフだ。あったよね、ひそしなとかオサムの MV は。いや、それもおすすめだよ。でも強いて言うなら、特にその初見の方にあれもこれもっておすすめするのはさ、多いかなと思って。でもね、そうだね、はい。でも MV もやっぱあのさ、いや別にの MV はなんかやっぱりその CG とかの技術とかセットとかもあるし、なんかお金がかかってるらしい。なんか CG ってお金がすごいかかるらしい。めっちゃね、なんかお金かかったって。だから見てください。お金かかってるから見てください。そう、CG ってお金かかるんだよ。だからさ、みんなお願いします、たくさん見てください、 MV を。すごい予算だったはず、 きっとこれは。もっとさ、ね、でもさ、いつかっていうかなんかカップリング曲もさ MV 撮れるようにさなりたいから。わがまま。だからそう、もっと NGT が頑張ろう。あとコンサートとかもさ、プシューみたいなさ演出、すごいお金がかかるであろう演出とかさ。予算が、そうだよ、だから頑張ろう。ちょっと待って、のはるちゃんを真似してしまう。私でもあれはちょっともう出せないですね。ちょっと待って、なんかレコーディングの時はだいたい3人くらいでこう小部屋みたいなところのブースがこうあって、ヘッドホンつけて自分の声とか、あのガイドの声とかメンバーの声とか聞きながらここら辺で調節するのがあって、それでロックオンレックして、そうなの、やるんですけど、ちょっと待ってをやってた時、あれは私今回表題曲もカップリング曲もあんまり他のメンバーと今やったか、でも何か結構なんだろう、なんかいろんなね動きをしてたんですよね、あの時みんなおのおのなんかバタバタしてたから、なんか何、そうなのよ、私も一人寂しくレコーディング、その撮ってくださる方とやってた時もあって、なんかあの時期結構ねバッタバッタしてたんですよ。みんなで東京に行ってレックするんですけど、私はあの日、あれだ、プラチナフラッシュさんグラビアの撮影とかしてたかな、もうね誕生日からすぐみたいな。待って、だんだん思い出してきた、
確かそうなんですよ、誕生日が、誕生日の日は割と暇だったの。夜だけラジオの収録に行って、でそしたら半分メンバー半分くらいがこれから東京に行きます、レコーディングができる状態が整った次第レコーディングするので行きますっていう連絡が入ってあ、じゃあ今から東京行きますみたいになって、でも私は誕生日だったからショールームしたいくって、だから次の日の朝に行ったんですよ。そうだ、それで行って撮って帰ってきて公演をやってまた行ってグラビアして帰ってきて、なんか多分スイーツ部とかのロケ行ってまた東京行って帰ってきて公演やってみたいな、コンサートシングル周りのバタバタがすごい大変だったのをだんだん思い出してきたぞ。そうなんです、6月下旬7、8とめちゃ大変だったんです、実は。でもなんか最近ふわっとしてて私、だからなんか乗り越えましたねそう、これコツです。忙しくてもなんかふわっと生きてみることによってなんかね、乗り越える力です。ふわっとしてみる、おすすめですよこれ本当にそう、なるほど、軽やかで、そうです、もうね重たくなんて受け止めてはいけない、ふわっとふわっとね。あ、いつもふわっとしてるのは気のせいです、だいたいシャキッとしてますから。メレンゲのようにね、そうそうそう、ハルルの応援はふわっとではダメです、じゃあじゃないがっつりお願いします。あ、でもちょっとそれはなんか圧迫感がありますね。ん？圧迫感？圧力的？圧力型アイドルってこと？応援もふわっとはダメだよねえ、ひどい応援はガシッとお願いします。雨上がりの日なのに、チュ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 、ふぅわい、YDK、 そうだよ、やればできるか、お寿司か焼肉か月見バーガー食べたいって最近ずっと言ってるのになんか動けなくて、
マクドの月見ってそろそろ終わりちゃうか。終わりちゃうか。終わってはるの。終わるんちゃう。終わるっちゅうの。終わる。え、マジで終わんの。え、ショックなんだけどねー。いやー、どうしよっかな。そうだよね、絶対そろそろ終わるよね。なんか昨日開かなかったけど X のトレンドになんか三角チョコパイって出てた気がする。沈んでゆくー。明日は夜公演があります。そしたら確かに昼くらいまでオフなんですよ。それはもしかしたら、え、いやーでもな、ちょっと活動できない、活動できない。動けないよ。明日天気ちょっと荒れるって。そうなの。そうなの。確かに三角チョコパイじゃなくてさ、あの月見パイとかアップルパイのキャラメル系が欲しいです。はい、ぜひぜひ。あとチーズ系も、私チーズ大好きで、チーズ大好き女なんですけど、チーズも、でもハンバーガー屋さんのチーズってそんなになんかさ、チーズ系のチーズじゃない、なんかあのなんだろう、チーズソースみたいなチーズかスライスチーズみたいな。私は結構そのビヨーンっていうチーズが好きです。チーズチーズ、そうチーズ大好き。お肉とチーズと卵とスイーツがあったら生きていけます。あと卵も大好きです。卵、美味しい卵が近くにいてくれたらそれだけで幸せ。卵の形を見るだけで幸せ。え、月見バーガー今日でまだ売ってるみたい。あ、ほんと今日までって書いてあると思った、よかった。今日もまだいる。10月中旬くらいまであるかな。まあプリンは卵だから。そう、プリンは卵なんですよ。プリンは卵。でも卵はプリンじゃないの、不思議じゃない。なんか卵の方が偉いみたいで、なんかって感じだよね。不思議だと思いませんか。プリンは卵なのに卵はプリンじゃないんです。キャーごめん、本当にね、ちょっと今意味わかんないんだ。卵は卵である。卵焼きもちなみに卵ですよ。でも卵は卵焼きじゃないんです。なんですって。どういうこと。なんとオムライスは卵な
んですけど、卵はオムライスじゃないんです。なんだと。それだけでは終わりません。ゆで卵は卵ですよね。なのに卵はゆで卵じゃないんです。チャキーン。なんだって。そうなの。びっくり。なんだって。信じられない。コメント欄が優しい。おったまぎじじじじじじてれてててててトゥルトゥルティー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 。そうだったのか。新潟県民熱愛グルメ、ゆで卵は卵だが、卵はゆで卵ではない。へえ、そうだったのか。あまちゃん覚えてる。え、覚えてる覚えてる。私が小3の時、9歳とかだよ。おまちゃんもアイドルをさ、テーマにしてたからさ、なんかその時からちょっとアイドルって憧れるよなーみたいな感じだったから、勝手になんか楽しく見てました。親近感を勝手に感じて。めっちゃ流行ったよね、あまちゃん。もうなんて言うんだっけ、国が動いたこと、なんて言うんだ、国が動いた、国民的ん、なんて言うんだっけ、こういうめっちゃ妖怪ウォッチみたいなさ、すごい社会を、あ、社会現象、それだ、それが言いたかった。社会現象を巻き起こしている、ぐるぐる。これ今社会現象を起こしてるところだから、静かに見守って。ぐる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 ドカーン。これわかる？ワンワン。はるかね、ワンワンも大好きだったらしい。全然覚えてないけど、いないいないバーを見てもうずっとワンワンって言ってたらしい。疲れてきた。確かにこのしましまで回ってたらちょっと気持ち悪いかもね。ごめん。ねえ、ウータン卒業しちゃったの？だよね、びっくりした。このシャカシャカつけてるさ、ウータンっていうかわいい、なんかちっちゃい子がいるんですよ。こんくらいの、多分こんくらい、会ったことないけど。悲しいよね、なんかさ、まあ見てないくせに悲しいとか言うなってさ、ウータン思うかもしれないけど、ウータンなんか、私自分が見てなかったとしても、いないいないばはウータンとワンワンっていう気持ちだったから、なんかウータン卒業って聞いて悲しい、寂しい。
うーたんがうーたんが悲しいです。すごい、そんな泣くほどじゃないのに。でも悲しい、本当に。うーたんお疲れ様でした。20年出てたらしい。マジで長いね。そっか、うーたん私よりも年上。UX にハルルン出てるよ。え、嬉しい。 UX で映ってるって、やったぜ。 UX 今ここでやるのはよくわかんないです。あ、終わった気づくの遅い。終わった、今終わったらしいです。つけたら終わった、終わっちゃったぜ。テレレレーディ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 。あと鮭が大好きです。もうお寿司で一番好きって言ったらサーモンです。はい、あとアボカドも好きです。アボカドサーモンとか好きです。サーモン好きだし、あと鮭も好きです。焼き鮭も大好き。あとサバの味噌煮も大好きです。あと名前よくわかんないけど白身魚とかも好きです。マグロも好き、でもサーモンの方が好き。はい、いいですよね。魚も美味しいですよね。はい、魚、青魚を食べると頭が良くなる。マックと回転寿司どっちがいい？回転寿司かも。いや、ま、どっちがいいってめっちゃ難しい。でも回転寿司はの方が私は行きやすくって、なんとなくなんでだろういや、マックも行くんだけど、マック一人で行ったことないかも。誰かしらと行くかも。なんかマックって学生とか複数人で来てる人が多いイメージで、なんか一人でも別に行けるんだけど、行けるんだろうけど、でもなんかだし、マックはその多分だけど知り合いと遭遇する率高いと思うんですよ。で、知り合いと遭遇率高いのに一人でいて、でその知り合いは複数人、二人以上だったらなんか気持ち的にシュンって感じじゃん。そう、だからマックは友達と行きたい。でも回転寿司はあんまり知り合いと回転寿司あるわ、ある。でも向こうは気づいてなかった。なんかなんか昔お世話になったスタッフさんが、なんかくら寿司にはるかがまだ高校生の時かな、行って一人で行ってカウンター席に座ってて、めっちゃ好きなように食べてたんですけど、
隣の隣くらいに昔お世話になったスタッフさんがいて、でもマジで気づかないふりした。私でも制服着てたから、そう、学校帰りに一人でくら寿司に行ってたんですよでも気づかれてなかったからよかった。マジで恥ずかしい。あとスシローのあれ好き。スシローのなんかカスタードブリュレみたいなのがあるんですよ。アイス、カスタードブリュレアイスみたいなのがあってすごい好きです。くら寿司はミルクレープがあるから好きです。そう、新潟のプリンを食べに行こうと思ってるんだよねって、昨日もうとうとしながら話してた気がする。今思い出した。そう、私昨日何を喋ってたんだ本当に。でもなんかみんながコメントで「眠たいんだ、眠たい、疲れてるんじゃない、寝たら大声寝ろ」みたいな「寝な、はるるん寝な」みたいなことをすごい言ってくれてて、でもまだその時一回も眠たいって言ってなかったのに、なんかうとうとしてたことをバレたのかだったので、すいませんって思って、意識飛んでた。はい、飛びまくりですよもう私なんてね、喋ってることから忘れていくから。それは嘘、言い過ぎた。でもマジで大体忘れてる。新潟のおしゃれなカフェは一人でも入りやすい。入りやすいね。今日は大丈夫ですか？今はまだこの時間ですし、全然起きてます。イエイ。パーティー、すべてを忘れてパーティー、体動かしちゃえパーティー、さあ楽しみましょうパーティー、夜はこれからだよ、じゃんじゃ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 ららららん、チャ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 、イエーイ。懐かしい。はるかもパーティー公演出よっかな。なんかこの前研究生公演を見に行った時に、はるかもパーティー公演出よっかなって思ったんだよね。思ったんだけどさ、思っただけで多分それ叶えられないからさ、どう交渉してもきっとダメだろうね。でもいつか混じってるかもしれない、急に。てってててってれれ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 、イエーイ出てるかもしれない。天使のしっぽ懐かしい。はるか村村民会議公園でやってた。恋はいたずらの天使の尻尾、ふふ。でも天使の尻尾、あの衣装着てみたいんだよね。衣装はね、違うのだったので。どう？女の子にはスカート左ひるがえし、走りたくなる時がある。
何もかもすべて愛に誓うよ。恋をするたびスカートひらりひる返し、あなたを追いかけて走る、ハートに火がついたようにか。私たち何をしても許される年頃よ。懐かしい。もう当時15歳とかでしたかね。そうですよ、15、16歳とかですか、昇格したの。弾む息、落ちる汗、全力でこの道を。なんかやっぱ眩しい気がします。消しちゃえ消しちゃった、眩しい。そうだよね、このなんか照明もすごい大事なんだと思うんですけれども、あの眩しいということなので消させていただいて。4期生まだかいな。4期生ね、まだじゃない、私もまだ会ってないんですよ。そんなに楽しみなの4期生が、そんなに楽しみなのね。どういうことよ。いい子が来るといいな。とにかくいい子、とにかくいい子がいいですね。どんな子かまだわかんないですけど、ちょっと全員手下にしないよ。可愛い後輩ちゃんたちもうそんなひどい先輩にならないですよ。プリンパシらせるんでしょそれはもうなんか可愛いじゃん、プリンパシらせてたらプリン買ってこい、4期生はるかにプリン買ってこい。まだ可愛いじゃん、プリンなんてパシらせてたら。まあひどいけどでもどうだろうね、同い年の子とかいるのかな、みんな年下かな、ギリ同い年とかいるかもね。焼きそばパンに比べ、確かに焼きそばパンになってくるとちょっとパシリ感が強いですね。王道パシリ。そっか、22歳までが応募資格なんだ。でも意外と結構年上もいけるんですね。でもそれ3期生の時も22歳までだったかな。てか2期生の時も22歳までだったかしら。22歳まで応募できるのでよかったら来てくださいね。 4期生さんのもうなんか合格者は出ちゃってるみたいなので、5期生で来てくださる方はね、22歳までなので、すっごいまだ先の話なんですけど、平均年齢結構若かったよ。そうだよね、 16.2 歳だっけ。あ、そうなんだ。そうな、 16. 点何歳とかだったから、でも大体そのくらいなんですかね。私たちが入った時も
私の代が13歳で最年少で18歳がだったから多分そうね、大体あれなんじゃない、新しい子たちって平均年齢 16.何 とかなんじゃないですか。若いね、16歳なんて。ついこの前まで私だって16歳だったんですけどね。春はまだ16だかなとか言ってたと思うんですよ。だのにもう19になっちゃった。でもなんか言うて変わんないよね、16歳の時の自分と今の私もそんなに変わらないなって。まあ私って結構大人っぽいからさ、身も心も大人なんで、っていうか今も27歳なんで。そう、これまだあんまり浸透してないから、私27歳だけど19歳にタイムスリップしてきたの、やり直してるんです。なので中身はめちゃめちゃ大人。あのえって思うじゃないですか、何言ってるのこの子って思うじゃないですか。その気持ちも重々承知なんですね。私はもうなんかちゃんとこう自分の中に筋が通ってるんですよ、これ。何事においてももう私の発言でえって思われる方たくさんいると思うんですけど、その喋ってる言葉も行動も私の中では全部筋が通ってることしかしてないんですね。してないし言ってないんですよ。で27歳からっていうのもなんかなんとなくこう自分が27歳になった時にこうでありたいみたいなのとか、あとなんか最近そのそう30歳の方とかに憧れの方とかがやっぱ多くって、自分よりちょっとこう上の世代のお姉さんまあ方の結構 SNS とか見ちゃうんですけど、っていうのとかもあって、はい。なので中身は27歳で、19歳の1年間はやっぱり20歳までの1年間大事じゃないですか、ラスト10代とか言うし。まあそんな数字がどうこうはどうでもいいんですけど、でもとにかくなんとなくこうなんか私の人生でこう19歳の1年もう何かあると思うんですよ。なんか多分なんかもう一回0歳に戻るか、なんか19歳、なんか多分こう私の人生の中でそのなんかその時間時空がなんかこう何かによって刺激を衝撃を受けて時空がなんかグニャンってなって何か起こるような気がしてしょうがなくって、だからねまだね3ヶ月経っても何にもまだ起きてないんですけど、でも多分何かあるんですね。そう、20歳になるまでに多分私0歳に戻っちゃうので、皆さんあとはよろしく。あっていうのの前に、でも一応そのなんか27歳のその私がその19歳の私1年間どうやって過ごしたらいいかなっていうの、やっぱなんかそのね今が一番若いんです、人間誰しも今が一番若いって言うじゃないですか。その何をするにも遅いとかっていうよりかはもうなんか今が一番若いんだから始めるなら今。そうなんです。なのでもう19歳になっちゃったって言ってるけど、でもその27歳の私からしたら19歳なんてまだまだひよっこじゃないですか。だったらその27歳の気持ちで19歳を過ごしたら、そのなんか27歳の私のことを想像して19歳まだまだひよっこだよ、あの頃に戻れるならっていうのを、あの見えますか、あのフワ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 みたいなやつで19歳に戻ってきたっていう感じ。そうなんです。なので私今やり直してるんです、27歳から19歳を。なのですごく毎日
若い気持ちでいられる。やばい若返った私みたいな気持ちで19歳をすごい過ごしてます。得した気持ちになります。そう、天才じゃないこの発想。みんなも真似して、今が一番若いから。天才的なアイドル様、なん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 、明日公演だべや、だべや。最近バナナ食べてない。バナナ大好きなのに。シャインマスカットね、めっちゃ食べてるの。シャインマスカットをもう多分今年度、今年、今までの人生の中で一番食べてる気がする。絶対に食べてる。なんかシャインマスカットに目覚めたんです。私はシャインマスカットと紅はるかとマンゴーとかぼちゃと玉ねぎが大好きです。自然物は。でも高いじゃないですか、シャインマスカットって。だからお母さんが、ママがでもこの前買ってきてくれて嬉しい、ありがとうお母様って思ったけど、秒で食べちゃって弟にめっちゃ怒られた。え、ちゃんと味わって食べてよマジでみたいな。え、ごめん。え、さすがにでもちょっと反省した。確かになんか一気に食べ過ぎた。めっちゃ怒られた。なんか自分で買わないの。え、だって実家暮らしだしさ、マスカット高いからさ、お母さんが買ってきてくれたら一番いいじゃん。いいじゃん。頑張ります。カット聞きたいです。頑張ります。カット。はい。はい、それは何ですかじゃないよ。頑張ります。カット何がとかじゃないのよ。頑張ります。カットは頑張ります。カットなんですよ。すごい盛り下がりましたね。私がやるとこれ盛り下がるんですよ。シーンとするんです。空間が凍るとはこういうことだ。ミウミがやったらね、バクワキなんですけど、スカッとした寒いってこと。いきなり巣に戻るのやめてもろて。巣、いや私は巣も可愛いアイドルでいる。んー、なんかわかんないや。よっこいしょ。可愛くて隣のレーンから釣られました。本当ですか。じゃあ会いに来てくださいよ。待ってますんで。もうすっかり長袖ですね。そうよね。
好きが溢れて止まらないです。本当かいな。嬉しいけども、釣られて当日券で行っちゃった。ありがとうね、待ってるね。そう、当日券で来てくれる方いてめっちゃ嬉しい、ありがとう。おしさい2本の場合は何にするといいの？おしさい2本の場合はピンクと赤で。ユニットの時とかね。私のサイリウムカラーは白とピンクと赤なんですけど、ピンクと赤にしていただいたら見ます。ハルルンと話したらハマりそうなので今まで踏み入れてません。ハマって嫌なことありますか？来てください、お待ちしてます。よいしょ、タタ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 タラジオ体操。私ラジオ体操の一つめっちゃ下手くそな動きがあるんですけど、なんかあのこういう動きあるじゃん、わかる？あの足さこういう形にするやつ、これめちゃくちゃ下手くそなの。これだけめちゃくちゃ下手くそなの。あの足をこうなんかわかる？こうなんかこういう形にするやつあるじゃん、最初のやつか、これめちゃくちゃ下手くそ。何のカミングアウト。いやそうなの、あのいやめっちゃ難しいのそれだけ。なんかはいーってなる、わかる？なんかめっちゃ、なんかあれもうちょっとこう、なんかこのなんか足が滑らかにこうなんかバインバインバインってするんですよ、正しい人は。でもなんかそれができなくって、そう。あ、そうそう、アンガールズさんみたいになっちゃう。そうそうそう、無理。ほんとなんか小学生の時それやってみてできなくって、ママとパパにめっちゃ笑われて恥ずかしかったからもうやんなくなった。いやでもさすがに今アイドルになってちゃんとダンスも一応なんかやってるし絶対できると思うけど、でも多分今でも若干苦手意識があるので、てん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 。これがねめっちゃ難しいよ。やって味噌汁、やって味噌汁。
こどこどこどこ、他は割と大丈夫、大丈夫ですよ、はい。お味噌汁の具で好きなのは何？ベーシック、なんかベーシックな具だと、味噌、で、た、なに、特別、あの、だと、特別っていうか、その、何か、でもキャベツとか好きです。あ、違う違う。え、そうそうそう。あと玉ねぎ大好き、玉ねぎ入ってるお味噌汁好き。いや今なんか私の脳内会議が働いて、そのベーシックな味噌汁の具っていうのも人それぞれあるよなって思って、毎日のように玉ねぎを入れる人もいれば、わかめとお豆腐だけの人もいるなとか、あと私は卵入れる日もあって、もうなんか何が何だかって感じなんですけど、あ、なめこは若干苦手です。なんかキノコ類が若干の苦手があって、エリンギは絶対に食べれない、絶対に食べれない。エリンギに申し訳ない気持ちになってきた。エラスンギ、エリンギっていつも言ってるのにエリンギ苦手なんです。ごめん、エラスンギ、エリンギは初めて言ったわ。でもとりあえずエリンギが苦手なんです。でも椎茸も丸々はちょっといけないけど、細かく刻んであるたら大丈夫。でもなめこもなんかいけるっちゃいけるんだけど、好き好んでは食べないかなみたいな。しめじもその好んでは食べないかなって感じ。エリンギはあの自分から避けていく。でも他のキノコはめっちゃ食べれないわけじゃないけど、好んでは食べないかもってくらいですかね。あとナス苦手です。ナスも自分から避けます。はい、ナスとエリンギ、あとプルーン。椎茸苦手って人結構いるよね。うん、だってなんかそのキノコのエキスを感じるじゃないですか、あれだと思うんですよ。あと食感、なんかだから細かく刻まれてたら、そのキノコっぽい感じも食感も薄れるので、ナスダメなんて子供ね、嘘でしょ、ナスダメなんだが、なんかナスも、まあ、調理方法によるって感じですかね。いやでも基本的にナスはちょっと、ナス NG で、私今年ナス食べなかったかも、夏に。すごい食べなかったかも。そっか、そうだよね。なんか良くないですね。子供の時ってさ、給食とかに絶対嫌いなものを食べてます、なんか入るから食べちゃうけど、なんか大きくなったら自分で食べるものを選ぶからさ、本当に栄養バランス偏るってこういうことだろうなって。でも私割とちゃんと食を食べてる、なんかお菓子ばっかりとかじゃないよ、ちゃんとね自然物を食べてます。えら、まあエリンギとかナスは食べてないですけど、あとプルーンも食べてない。星系あんまり、ドライフルーツも
ドライフルーツ自体そんなに食べない。美味しいとは思うんだけど、そのままの方が美味しいから干さないでくれって思ってる。マンゴーのドライフルーツとか好きだけど、なんかそのままのマンゴーの方が絶対美味しいから、マンゴーは冷凍フルーツで常備してます。嘘、今冷凍庫にないわ、悲しい。今でもグレープフルーツの冷凍がいます。冷蔵庫の冷凍庫のあのちっちゃい冷凍庫のゾーン、私のゾーンにしてて冷蔵庫の中に私のゾーンがあるんです。カゴが入ってて、仕切りの、そこに私の食べ物っていうゾーンがある。そう、お豆腐とか好きだから、こうちっちゃい一人用のお豆腐みたいなのがこう4個くっついててパキッて折るやつなんですけど、それとか、あとゼリー、ヨーグルト、オイコス、パルテノ好きなんです私。パルテノ好き。あとその冷凍、そこが冷蔵庫の中の私のゾーンと、あとこう氷の隣のゾーン、冷凍庫、ちっちゃい冷凍ゾーン、私のゾーンで、そう、冷凍フルーツとかチョコとか勝手に入れてます。私のものを名前で書いて置いとくこともあるんですけど、んでもそこのゾーンに入ってればって感じなので。あと焼き芋好きなので、焼き芋、冷やし焼き芋大好きなので、はい、冷凍庫に焼き芋入ってます本当に大好きなんですよ。特に紅はるかです。やっぱり小越はるかなんでね、紅はるか食べていかないと。紅はるか、紅はるかって最近ここ数年浮上してきたでしょ、きっと。やっぱさ、私の応援あってだと思うんだよね私もあの同じはるかとしてやっぱ背中を押さないとって思って、紅はるかの元に行って背中を押した、めっちゃ応援したらすごい大出世してる紅はるか。すいません、嘘ですでも紅はるかが、え、何、10年メジャーだった、あ、マジ嘘、そうなの。え、私さ、さつまいもの紅はるかって割と新しい品種だと思ってた。新しいっていうか最近売れてきた品種だと思ってた。いろんな種類があるじゃないですか、さつまいもも、安藤芋だっけ。でも紅はるか美味しいよ。そう、あ、安納芋だった。シルクスイートとか、ああそうよね。そう、でも紅はるかを全力で応援してます。なのでなるべく紅はるかを食べるように。え、今のわかんない、れ、紅はるかかな、あれ、イメージキャラクターぴったりのでも紅はるかの中でもなんかいろいろあるんですよ。紅天使みたいな、確かに紅はるかの応援大使を目指して、すっごいハードル高いだろうな。紅はるかの知名度やばいよ。だってもう最近いろんなさつまいも商品も紅はるかしようみたいな、紅はるかのなんとかアイスみたいな、
そうよ、紅はるか人気、めっちゃ人気。ここの土地にやってきて何年たった。私公演いつぶり、ちょっとだけ期間空いたわよね。1週間ちょっと、2週間経ってない、まだ。え、2週間くらい経ったかしら。え ?9 月の二十何日とかに、26とかに出たっけ。そうだ、9月26日の公演に出たので、10日ぶりくらい ?1 週間ちょっとぶりか。昨日の公演いなかった、そうだよ、ハレルいなくてちょっと寂しかった。あー、ありがとうございますMC はるかいた方がいい?だよねやばやばいやつ。いや、やっぱみんなはるかがいなくて寂しかったか。当たり前でしょってやっぱ寂しかったか。でもなんか X を見ていたら、なんか何、なんかマリナさんがはるかのこと名前出してくださってたって、え、あ、合ってる情報ですかそれ。ちょっと見れてないので。寂しかった、寂しかったですか。いないと気づくその存在に物足りなかったわ、やばい。ハルルンがいないと MC 物足りないわ。もうね、私のなんか多分普通の人じゃないんだよ自分で言うのもあれですけど、多分だけど、そうそうそう、それが普通だから。なんか私だけなんかすごい、私と私のファンの方だけなんかちょっと変なところに在住してる人間になりつつあるので、これで MC 物足りなく感じるのはね、もうねそのゾーンに入ってる人ですね。私としてはとっても嬉しいですけどやだ、尻がプリッとしてていいって言ってたすごい嫌だ、着替えとかの時に見られてるんですか、めっちゃ恥ずかしい。いや確かにマリナさん、今思い返してみたら衣装着替える時とかなんかめっちゃみんなのこと見てる気がしてるめっちゃみんなのこと見てる気がする確かにすごい、めっちゃ目でっかいから、マリナさんもう普通の人よりも視野が2倍あるの。そう、見えてるもう視界が広いんだと思うマリナさん、多分縦にも横にも多分ね、後ろまで見えてるめっちゃ目でかいよ、もうウッディウッディやばいこれ前にもショールームで話したらさ、マリナさんのところまでさ
ファンの人が多分丁寧に教えてくれてさ、そうだよ、会った時に言われたもん、ショールームでいじってたでしょって言われたもん、バレました、回り回ってつつ抜けでしたね。待って待って、間違えちゃったんじゃない？なんかタワー投げちゃって、どうしたの？なんか本当に間違えちゃったんじゃない？大丈夫？ありがとうだけど、だって名前見る限りはるか一押しじゃないよ。何タワーね、どうしちゃったの急に。ありがとう。間違えタワーは悲しすぎるけど、だって1万円だよ。やば、間違えた？え、ごめん、なんか、本当にありがタワーさんです。ちょっとなんか私おしめにそうだよね、返してあげてはやばい。いや返してあげたい。ねえねえ、そこはさ、間違えたってさ言わん方がいいよ絶対。1万円飛んだね。ねじゃないよ。ありがとうさんです。ありがとう。スマイルで返そう。1万円のスマイル。何、返してって言ってたの今。ちょっと待って、見たいんだけどちょっと待って、笑顔で返してって、ああ優しいね、笑顔で返してはいいよ。1万円返してって言われたらもうボーン。本当にいるんだね、間違えて1万円投げちゃう人。おんもろでも心広いと思うから、スマイルですこれを機に私のところにも会いに来てはいかがですか調子いい。でもね、その間違え、他のルームで間違えるっていうことたまにもうあるかもしれないけど、その間違えるは間違えるでも、他にいろんなメンバーがいる中で私にしたんだから、それはもうね、運命だと思って、私のこともね視野に入れていただいたらどうでしょうか。どうですか。ハート、どうですか。ハート、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。突然のぶりっこ、こんなんじゃダメかな。見たんですけど、ユーハ推しの方なんですかね、きっとユーハ推しだって。ユーハはね、マジで可愛いよ。なんかユーハを推してる方はきっとマジで可愛い子が好きなタイプ。もうなんか本当にクラスのマドンナみたいな、モテ女みたいな感じだから、が好きなタイプなので、多分私はあんまりハマらない人が多いんじゃないかなと思うからこそ、余計にとっても
とっても今心の中ですっごいなんか私が間違えたわけではないけど、めっちゃ申し訳ない気持ち。なんでわかるのじゃないよね、本当に。だからさ、くっそー、なんでこいつに投げたんだって思ってるんじゃないかなっていうふうに、すごく今めちゃめちゃ思ってるんじゃないかなね。なんかでもね、ありがとうございます、頑張りますので、はい、頑張るね。なので、間違えた、今考えてみたら、あの時は間違えたと思ってたんだけど、今考えてみたら間違いではなかったっていう未来が来るように頑張るので。え？どうしたの？これは間違いじゃないよね、さすがに。どうしたの？またなんかすごい、これはまた違うギフト、 1万円分だよ。え、どうしちゃったの？ハマりました、ちょろそれはそれはね、早い、いや嬉しい嬉しいけど、いいの？本当に優しいね。なんかこんな優しいね、とにかく。ありがとう。ありがとうございます。チョロオタでしたね。ブリッコ良かったです。ブリッコかな？最近ファンの方にもブリッコを教えてもらってるんですよ。なんでファンの人に教えてもらってんのって感じですけど、そう、ありがとうございますこれ味を占めました、ハルルン。あ、ウインクしないといけない、はい、すいません。あ、なんかこの耳かけから全て始まってるので、かけすぎね。あ、待って、でもウインク私ね、こっちじゃないとできないから、こっちがいいかな。すいません、ちょっと時間かかります。ありがとうございます。これこれが村民の人から教えてもらったかわいいやつ。高い声で、これより高い声やばくない？ありがとうございますこうやって私は離れていく人がいるんだ。こうやって2番目の女になっていくんだ。やっぱなんかガチ恋みたいなさ、一押しみたいな子は他にいて、なんかまあたまにハルルンも欲する時あるよねみたいな感じの立ち位置なんですよ、この人。そう、本命じゃないの、悲しいこの人ウインクは苦手で、あんまりステージでできないですね。たまに最近挑戦してみるけど、絶対自分で見返したくないです。ウインクできないんですよ。でも全くできないわけじゃない、でも本当はもうちょっと完全にこっちが空いてる状態でしたいんですけど、難しいので諦めてます。でもウインクした方がいいってことを、なんかウインクって結構ポイントが高いんだっていうことに最近気づきまして、なんか他の子がやってて、なんかファンの人が湧いてて、
そんなにポイント高いんかウインクって、片目つぶっただけやぞとか思ってるんですけど、諦めないで。はい、そうだよね、ウインクはポイント高いよ。ウインクできないんだよね。とにもかくにもありがとうございます。よかったら会いに来て。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。チュッ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 いくつかの恋経験して、もっと大事な欲しくなった、私のことを今大事に接してくれても、愛なんて物足りない。左の腕めっちゃ好き、歌詞も可愛いし、わかる。愛なんて物足りない、左の腕で私を抱いて、強い力で。公演ぜひ見に来てください、お待ちしております。元気があるはるるんかわいい。確かに昨日めっちゃ眠そうだったから、今日は全然目バッキバキ。衣装もかわいいよね。そうなの、衣装もかわいいんだよ。新潟に来た際にはぜひ。今来たよっぴー。左腕のはるちゃんかわいい、ありがとう。ハルルンが一番可愛いけどな。本当？誰にでも言ってるやつ？本当のやつ？なんかそれが分かんないんですよ、ファンの人って。ファンの人もね上手なの。ファンの人もなんか上手な人がいるんですよ。メンバーみんなにこう、一番可愛いよ、一番綺麗だよ、一番魅力的だよとか言ってね。え、嬉しい、え、ありがとう、もっと頑張るねって言った矢先に隣のレーンにいたりするから、めっちゃ嬉しいんだよ。そういう風に言っていただけて、なんかメンバーがたくさんいる中で一番っていう言葉を使ってくれるなんて、私のこと見つけてくれたんだ、見ててくれたんだ、この人には私がよくこう、何、他の子もみんな可愛いけど私が一番って言ってくれるんだって、すごいこう自己肯定感上がるというか、なんか頑張ってるところ来た、見てほしいところを見てくれてたとか、見てくれてたんだなっていう気持ちになるじゃないですか。なのに、なんだかかんだか他の子にも同じようなことを言ってるような噂を聞いたり見かけたりすると、やっぱり簡単に信じた私がバカだった、私が手のひらの上で転がされてるだなんて。そうよ、本当のことを言ってください。
女ですね。乙女。これを乙女というのか。ハートありがとうございます。ハートをつってみた、甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの悪気。入村したい、待ってるよ。今日の冷蔵庫の中身っていつ決めるの？その日の公演のもうゲスな夢を聞きながら決めますゲスな夢を聞きながら他の2人、みゆとかまなとかに中身これって言うからこう言ってってそう、みーちゃんたちが困るじゃん。そうです、いつも困ってます、困らせてます。ハルーラのお水って言うからおいしいおいしいって2人で掛け声お願いします。うん、わかったって言われる。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた。そうだよ。でも私のポイントとしては、あの MC と曲のメリハリを自分の中では結構大事にしてるんですね。ポイントなんです。あ、この子は MC はこんな感じで好き放題してるけど、曲はすごくあのパフォーマンスはちゃんとしてるんだね、おい、はるかちゃんってって言ってもらえるように、いくら MC をとっ散らかしてもパフォーマンスはめっちゃちゃんと、そう、それめっちゃわかる。あ、本当ですか、嬉しいはい、そうなんです、スイッチを切り替えて頑張ってますので。このギャップに惹かれてます。あ、嬉しいありがとう。パフォーマンスは本当に目を引く、嬉しい、そんな風に言ってもらえたらなんか頑張れます、頑張ります。一曲一曲でも結構その曲を楽しんでやっているので、誇りの丘とかはまあ一曲目だし、結構元気に可愛くで、あなたの代わりはいないはみんなの結構レスとか送りやすい曲なので、カメラアピールもしつつお客さん来てくれた方、そうにレスしてるので、サイリウムとかうちわとか振ってくれてたら見つけ次第すぐにレスをするので目立ってください、はるか推しだよってアピールしてください。でも3曲目の優しさに甘えられないは結構思いっきりやってるので、
でもあれ厚底だから本当にこけやすくって、めちゃめちゃ決め顔してたのに転んだらすごい恥ずかしいなって思いながらやってる。かっこいい曲なんですよね。そう、好き。でも本当はスニーカーでやりたい。ほんとなんか体幹めっちゃ体幹こうなんか体ぐるーんってする時とかさ、後ろに転ばないかすごいすごい考えてる。これでもしこけたらはずいなって思いながら、ちゃんちゃん優しさに甘えられない。本当に柱の後ろでも気づくの。どの席でもね、ちゃんとお顔もで見えますよ。君かわいいね。ありがとうございます。初見さんだ、ありがとうございます。すごい、ナンパみたいな。君かわいいね。戻ってきました。おかえり。左の腕も結構、でも左の腕本当に難しくって、うまく踊るのめっちゃ難しいんですよ。今もちょっと納得してないくらい。でも脇キュッてやりながら、でも結構パキッパキッて踊った方が音にはめて、なんかダンス難しいんですこれ。細かいしヒールだし。左のあとマイクパス、ここマイクパスするの。タタタタタ、どこかどこか、めっちゃ苦手。連れていい、これもちょっとって思ってる。でもイントロの方が好きかも。なんかてんてんてててててん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 てれてってて、ここてってってってんで、なんか後ろ向いてフリフリてん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 のてんで、また前を向くときにちょっと足トコトコトコってやってるところ、めっちゃピポポポイント。見ててください、ちゃんと注目して。そこだ、え、わかりますか。これはマネージャーさんにも言われた。わかる、そこ好き。え、嬉しい、よかった、気づいてくれてた。そう、振り向くときトコトコするところ、はるかのポイント。てーん、てててて、てててて、てててて、てててで、冷蔵庫開けながらどう思うなんて聞いてた。機械相手は本音が言えるし。冷蔵庫もめっちゃ好き。歌詞が可愛いよね。冷蔵庫に話し相手は冷蔵庫だったんだって。ぼんやりと考えていたら眠れなくなっちゃった。誰かを好きになるっていつでも体力がいるもの。冷蔵庫も可愛いよね。何回歌っても可愛い曲だなって思いながら。冷蔵庫に恋の相談をしてるんだよ、夜に。
家族が寝てから可愛くない？物音立てずにこっそりと起こさないように家族たち一人物思いにふける明日の冷蔵庫の中身もお楽しみに。こんばんは、僕はご飯食べながら配信見て、ありがとう。いいね。ハートありがとうございます。この後はあれか、君のニュース、君のニュースも歌詞がめっちゃいいんですよ。まあその前の MC でもどんがらがしちゃうんだったんですけど、でもあの君のニュースがあれば一部すごくめっちゃいい締めくくりになる。もう君のニュースのおかげで今までのリバイバル公演はもう全部すごいめっちゃいい空気になる。一部のね終わりが浄化されます。そうで、二部はめっちゃ体力勝負の曲2曲が始まります。その汗とかマジでも、レッツゲットもやばい。レッツレッツこの手でレッツレッツ掴もう。その汗もめっちゃ好き。その汗は嘘をつかないよ、キラキラ光る。でもそこでめっちゃ汗をまずかいてMC やってからの4曲連続、ここも結構私でもラブ修行がやっぱり好きで、ラブ修行を自分の勝手ながら自分の見せ場だとして作っている部分がたくさんある。サビとか特技人を好きに、ここもめっちゃ向く。あとここめっちゃやるこの手回してるところとかすごい、下のアクセントめっちゃ頑張ってやってる。あと涙をいくつ乗り越えればいいの、ここも見てください。ぜひラブ修行はそうですね、割と見やすいところにいるので、サビの振りとか、あとその前の二人乗り自転車もめっちゃ好き。二人乗り自転車ってめっちゃいい曲、本当にいい曲。あと勝手にファイブオーワイパー言い出した二人乗り自転車っていい曲だよね。君にとってはただのクラスメイト、同じ帰り道も歌わりはちょっとなんだっけちょっと見逃してよこのまま、ここ歌ってるので、走り続けたい So I love you 二人乗りをした。公園来てください、ぜひ劇場公演に来てください。ファイブオーワイパー。2部ね、めっちゃ体力です。2部は1部よりも時間は短いけど、でも、まあ、全員全曲出てるし、2曲
体力勝負やってめっちゃ短い MC 挟んでの4曲やって最後マックスなので体力です。でも「みどもり」も私すごい好きな曲で、みどもり歌いながら「ああいいな待ってるより待たせる」違う待ってるのは待ってるのは待たせ言えないじゃないかい、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、そうだよねって思いながら歌ってます。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、何回も見てしまった道の向こう、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった、僕はそれでもときめく。ま、私は待たせる側の方が好きですけどね待ってるのはさ、本当に待たせるより幸せな気持ちなんですかいや、わかるよ、なんとなくその人の気持ちは、この歌詞の人の気持ちは理解はできるけど、でも普通にさ曖昧な約束だったんでしょきっと。だから君は来るか来ないのかな、だからでもそれってちょっとさ、来なかった時のさクッみたいな来ないんかいみたいなあるじゃん。それ一人でやらないといけないのしんどくない？30分までかな不安な気持ちになるんじゃない、待ってるのは。やっぱり不安なんじゃないまあ歌詞はねすごいキラキラしてるから、そこがきっといいんです。甘酸っぱくって素敵って思いながらやってます。いつも二度盛りはほんといい曲、めっちゃいい、本当にめっちゃいい曲、 MV も好きです。私青春ですね、青春だ。いや私はちゃんと約束した方がいいんじゃない派なのではい、やっぱどういう約束をしちゃったんですかね。はるちゃん遅れてきて寝てたって言いそう。いやそれは絶対ないよ、私寝坊とかないので、寝坊とか遅刻とかはないので。だからといってなんかそんな10分前に集合到着してるとかはないですけど、でもまあ基本的にお仕事の時も遅刻あんまない、寝坊ない。朝早い新幹線とかでも絶対起きてる。でもなんか女の子がお待たせって言って走って駆け寄ってくるのが可愛いらしい。それマジでよくわかんないんだよね。いや確かになんかまあお待たせ、それってさみんな分かってて走ってるのかな、そうなんじゃないんじゃない、なんか普通に距離感があって相手が見えて待たせてるから走ってる、お待たせー。でもそれがなんかわざとらしいのはちょっときっとそれが可愛いって分かってる女ですけど
ざと。全力でシャッ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 。ハンターみたいな感じで。いや、待たせてるんだったら走んないとだよね。もうそれは全速力で、ボルト走りで。どんまりもいい曲だし、暗闇求むもすごいいい曲ですよね。あそこの流れに暗闇求むがどうして入り込んだのかっていう経緯はわからないですけど、でもまあ暗闇求むって結構人気な曲でもあると思うから、ファンの方に人気なんじゃないかな。カップリング曲だけど、すごい暗闇求むはもうなんか幸せ、すごい身どもりの人が結果的に振られちゃったのかなってなるような。一つの恋が終わった、終わったって気持ちですね。高低差すごいよ。もうめちゃめちゃね、キラキラーみたいな。僕はそれでもときめく言うてちゃ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 ー終わってるのに、一気にてん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 、悲しいと思いながら、まあはるかも真顔で、そうめっちゃ真顔だよ。もうすごい絶望の顔してるの。もうね、振られたばっかりの顔、振られたんだなみたいな絶望の淵の顔してる。みどもりくんかわいそう。みどもりの後、そうですね、地の果てのような表情。一つの恋が終わった、枕になればいい、光はいらない、星たちよ出てくるな。すごいよね、光はいらないだそうです。そこからでも急に二人乗り自転車でまた別の人を見つけたのかな。でで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 でいい、早いな。そうだよ、前向いてこうってことだよ。深い、え、すごい、恋なんてそんなもんよ。恋もおたかつも切り替えがないし。そうなんだ。確かに、君にとってはただのクラスメートって歌詞だから、同じ人に片思いしながらなのかも。確かに、でもさ、一回地の淵になって諦めなかったってことですね。恋が終わった言ってるけど、
諦めなかったんだ。頑張って。応援してる。頑張れいいね。でもまあ同じ人とは限らないですけど、とにかくセットリストもすごくね、いい曲がたくさん盛り込まれているので、はい、ぜひ見に来てください。マックス時でご両親にご挨拶。ああ、すごいいいじゃん。そうだよね。一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した。うん、いい曲だね。あれ止まった、すいません。ちょっと考えてました。確かになんか瀬戸里と公演のこととか曲のこととか考えてました。ああ確かにな、結構曲のこと考えがち、曲の歌詞の中の人を考えて、ああそっか、こういう人生もあるのか。ちょくちょくあるセルフフリーズタイムちょっと考えるとね、固まっちゃうんですよね。いや、そうそう、なのでね、皆さん劇場ぜひ来てください。お待ちしてます。そろそろちょっと配信終わろうかしら。18時から始めてたのでね、あっという間に2時間、え、2時間喋ってたの私。2時間15分くらい喋ってました。早いな、びっくりびっくり。何喋ってたんだろう今日。特に別になんか喋ってたかな分かんないけど、壇上の皆さん呼びますね。いきます。13位文星さん、12位リュウマさん、11位ストーンさん、10位フミノンさん、9位イカッチさん、8位フッチャンさん、7位トシヤさん、6位カンクロウさん、5位スマイルさん、4位ユララさん、3位オショウさん、2位ヒヨポンさん、1位近藤和弘さん、ありがとうございます。はい、ということで、早い時間から配信してたんだね。そうなんですよ、意外とね、今日ちょっと早めだったかも。じゃあまた明日公演なので、夜公演だけだからね、あれですけど、1公演だけなんですけど、よろしくお願いします。ということで皆さん、またお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。